汚れた体で怯えたような犬たち。松本市の業者の施設では捜索2日目の今日も防護服を着た捜査員と保健所の職員が犬の健康状態を確認していました。業者は狭く不衛生な部屋で繁殖させるなどした動物愛護法違反の疑いが持たれています。保健所には2つの施設でおよそ600匹の飼育を届け出ていましたが、実際には1000匹近くいたとみられます。鳴き声は割とうるさかったですけどね。いや、犬の音と、まあ夜中に怒鳴ったりいろいろ、いや、そりゃうるせえせ、どうだってこの近所うるせえと思うよ。夏場なんか結構匂うわ。従業員に話を聞くと、犬たちは狭いケージの中で過ごし、散歩に連れ出すこともなかったということです。いいブリーダーさんとかだったら、その広い庭があって、こう話してこう育てていったり、育てすると思うけど、うちはもう多分一生ケージの中で暮らしていくから、そういう姿とか見てると、一言で言ったらかわいそうです。いろんなことが分かってるやっぱ社長しかいないから、知識のない私たちが何か言っても、やっぱちょっと言える立場じゃないから。警察は経営者から話を聞くなど、引き続き捜査を進めています。